はい、こんにちは、ライムです。こんにちはというよりは明けましておめでとうって言った方がいいね。明けましておめでとうございます。2020年いきなりガチャライムです。はい、ということで今回ハッピーニューイヤー装備召喚2020星6装備を2個プレゼント、こちらのガチャいきたいと思います。まああのね、ライムの動画見てくださってる方は、まあ、重々承知の通りですね。ライムは無料ガチャとは、まあ、縁がないというか、無料ガチャに弱い系 YouTuber なので、まあこれは出ないだろうね。強いやつ、星6なんでシンクロとかも入ってると思うんですけど、これ系でまあ当たり引いたことがまあないので、正直全然今回もまあ期待は全くしてないんですけど、ただ未所持であれば、持ってない装備であればいいかなぐらいですね。シンクロとか覚醒とかね、最近の覚醒とかもそういうのはあんまもう期待してないですよ。爆死系 YouTuber なんで、無料ガチャは基本無料ガチャ、でも最近有料ガチャの方は割と調子良かったりするんで、まあほんとね、無料とは相性が悪い男なんだよね。ただこれが2020を占う、ガチャでもありますので、その辺だよね。この辺がどう転ぶかと。お、なんかいきなり王冠2つ続いたぞ。あ、これどう見てもあれでしょ、エイトのキロスだね。どう見ても今のキロス。あ、正直ね、この辺のもう星5系の装備は見た目じゃもう分かんないんだよね。ちょっと装備増えすぎた感あるよね。うん、ナックルだ。さあ、問題は星6から。これあれっぽい、ルーネスっぽい。さあどうだ。あー、これはあれだ、バニラ。うわー、これ槍の時点でもういい気がしない。槍武器で強いキャラってさ、ちょっと偏見かもしれないけど、槍武器の強キャラっていなくない？このゲーム。いや、どうだ？さあ、どうだ？あー、ほら、来た。まあ、そんな気はしてたよ。まあ、そうでしょうよとは思ってた。そうでしょうよと。まあ、こっから見ていこう。まあ、リチャードだよね。これでも新しい方かな、割と新しめの超絶かな。リチャードの超絶で、風雷単体ジャンプ、一定時間自身のジャンプの待機時間をなし。お、強いね。龍騎士アビ使用時に自身と同じ列にいる味方全体のジターンの龍騎士アビのダメージアップ中。これ強いね。ジャンプは即時着地にする。これ思ったより強いな。この文面だけ見ると結構強いな。結構強い。ああ、割と最近だよね。確かこの超絶出たのね。で、リチャードの覚醒今出てるか覚えてないけど、どうなんだ。覚醒と組み合わせたら、仮に、覚醒が出ていれば、組み合わせることによってかなり、まあただ、龍騎士パーティー作るかって言ったら作らないけどね。龍騎士使ってる人見たことない。僕趣味でアラネアとか使うときあるけど、ガチで使ってる人なかなか見ないからね。まあちょっとで、よく見るとこれ属性まといついてないのか。そっか、属性まといないのか。リチャード多分他の必殺技でまとえるのかもしんないけど、これだけだとまとえないのか。ちょっと使いどこが、まあ、龍騎士の相方になるのかな。ダメージアップ中とか待機時間短縮は自分だけなのね。オッケーオッケーオッケー。ダメージアップってことか、味方全体の。なるほどね。まあって感じですね。で、バニラの超絶ガチャもうすでに持ってるしみたいなところあるし、で、これが、まあ、やっぱルーネスだよね。見覚えあったもんね。これルーネスの重式戦技と。で、こちらがアーシュラの地属性まとい。女子パで使うんだ、アーシュラ。女子パでアーシュラ使うんで、これは地属性まといを普通に、シンプルにありがたい。まだ女子パでね、攻略とかもね、全然僕やろうと。あ、これミーウの開幕まといなんだ。そう。前、ずっと前ですけど、ミーウの開幕まといずっと欲しかったんだよね。
まあ、ディアボロス開幕バトルになくても普通に倒せちゃったんで、今となっては別にあってもなくてもって感じはあったんだけど、まあ持ってて損はないでしょう。でフランだ、フランの氷まとい、あこれも女子パレ助かる。フランね、フランでフラン入れてちょっとシルドラやろうかなと思ってたんで、シルドラとかまあダークオーディン、まあその他ね、あの女子パレ挑む攻略動画等もまだね全然やる気なので、こっちがシドのバースト、はいいらん、はい、キロスのキロスのバーストだけどまあいらないね、特にまとえるわけでもなく、でこっちがクイーンだ、クイーンのバーストか、ロイヤルクラウン、なるほど、オッケーオッケー。クイーンの覚醒なんかこの間ポロッと出たことがあったんで、でこれがタマだね、なるほど、オッケー。なんでまあ当たりといえばミユのまとい、アーシュラまとい、フランの開幕まとい、やっぱ開幕まとい基本あんま腐りにくいからね、使いやすくていいと思います。はい、そんな感じですかね、まあ、無料ガチャなんで文句は言えませんがという感じです。はい、でまあ今いろいろガチャ始まってるし、まあ明日からか、明日からまた第3弾か、極フェス第3弾始まるんで、まあ、そちらのガチャ動画もね撮っていきますので、またねそちらもご興味の方ぜひよろしくお願いします。であれか、タクティクスのやつ始まってんだよねこれ。ただこれ悩んでるんだけど、すでにもう魔石ディアボロスも、アレクサンダーも倒しちゃってるんで、これタクティクス回すかっていうとちょっと微妙なところあるんだよね。まあオルランドゥが今回でついに属性まといを手にしたというところなんだけど、生属性まといがオルランドゥね、これ戦技、星6戦技か、これ1回しか使えないからね、星6戦技1回しか使えないし、あとシンクロでまとうことしかできないので、ちょっと使いにくいよね。まあ生属性に関してはこっちの星5戦技もあるけど、なんで今回のガチャじゃないとまとえないっていうね、オルランドゥが。ってところがあるんで、どうなんだろうね、生物理頑張りたい人とか、あとあれか、絶務があるんだった、そういえば絶務ザルエルが今出てるんだっけ。ああそれクリアするのには多分ね必須系なんでしょうね、多分ないと無理なんだろうな、ってところがありますが、正直今極フェスの方が回したい感じあるんだよな、タクティクスより。なんでまあ期間もまだあるんで、とりあえず極フェスの第3弾とかそっち次第のところとかあるかな。はい、まあ、そんなわけでですね、今回のここまでで終わりたいと思います。あとね、歳末装備召喚も引きたいと思いますので、ね、5枚分かな、50連貯まったら引こうかなとか思ってるんで、はい、そちらもよろしくお願いしますと言ったところで、今回のここまでで終わりたいと思います。2020年のライムの動画、ライムチャンネルもぜひ皆さんもねよろしくお願いします。参考になった、面白かったぜってことは方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もお待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。